列車が発車します。ご注意ください。ありがとうございます。旭川行き特急サロベツ4号です。ただいま折り返し遅れの影響によりまして、稚内駅は2分遅れで発車をしております。お急ぎのところご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。4両編成で運転をしております。先頭4号車1番後ろ1号車です。指定席は1番後ろ1号車2号車3号車です。指定席1号車2号車3号車です。1号車後ろ側8番、9番、10番の席、グリーン席となります。指定席、グリーン席ご利用の客様、お手持ちの切符に記載されました列車名と座席番号を確かめながらお座りください。自由席は先頭4号車です。自由席先頭4号車です。お確かめながらご利用ください。まもなく南稚内です。出口左側です。南稚内
車左側です。ドア付近にお立ちのお客様は避難ドアにお気を付けください。またお降りの際は足元にご注意ください。豊臣の次は幌延に止まります。まもなく豊臣です。
幌延べの次は弟子を中川に止まります。まもなく幌延べです。
忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は右側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。また降りの際は足元にご注意ください。手塩中川の次は音威子府に停まります。まもなく手塩中川です。
わずかです。お降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は右側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。おトイレ服の次はリフカリとなります。まもなくおトイレ服です。
降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口が左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。また降りの際は足元にご注意ください。イフカの次は名寄に停まります。まもなくイフカです。
降りのお客様は忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は右側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。また降りの際は足元にご注意ください。特にお子様連れのお客様は手を離さずにお降りください。名寄の次は市別に停まります。まもなく名寄です。まもなく名古屋の名古屋です。出口右側1番線に到着です。お乗り換えしてのご案内です。この先風蓮県部地方面旭川駅ストレッシュはホーム変わりまして2番線16時29分に発車です。お降りの際はお忘れ物ございませんようご注意ください。車内でご不要になりましたものお見などがございましたら各車両出入口付近の降り箱をご利用ください。雪のためお足元が大変滑りやすくなっております。降りの際お足元に十分にお気をつけください。まもなく名寄に到着です。出口右側1番線に到着です。列車は4両編成。
前から4号車、3号車、2号車、1号車です。車内は全て禁煙で、自由席は4号車です。トイレは2号車、3号車にあります。その他、車内のご案内はインフォメーションボードをご覧ください。お客様にお願いいたします。席を離れる際は、貴重品や手回りにお気をつけください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際は電気をご利用ください。車内で不審物や気がかりなことがございましたら乗務員へ声をおかけください。また SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合は SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。引き続き目的地までごゆっくりお過ごしください。
忘れ物のないよう早めのお支度をお願いいたします。出口は左側です。ドア付近にお立ちのお客様は開くドアにお気をつけください。またお降りの際は足元にご注意ください。士別の次はワッサムに停まります。まもなく士別です。
ました。まもなくワッサムに到着です。出口左側です。お利用線はワッサムの乗り線をご注意ください。ワッサムを出ますと次はおよそ30分で終点旭川です。まもなくワッサムです。終点旭川には16時52分頃の到着を見込んでおります。次は終点旭川です。
明します。この列車はあと10分ほどで終点旭川、あと10分ほどで終点旭川に到着です。降りの際はお忘れ物ございませんよう、今一度周りのご確認をお願いいたします。切符、携帯電話、お財布などお忘れ物が大変多く届いております。降りの際は今一度周りのご確認をお願いいたします。チケットホルダーご利用のお客様、切符の取り忘れございませんよう、今一度お確かめください。車内でご不要のありましたもの、ゴミなどがございましたら、各車両出入口付近のお岩をご利用ください。旭川から先のお乗り換え列車ご案内いたします。函館線岩見沢行き列車は6番線から17時37分、関北線三河内行き列車7番線から17時31分、富良野線美瑛行き列車1番線から17時18分、関北線エンガル北見方面網走行き特急大雪3号3番線から17時5分、札幌行き特急ライラック36号着きましたホーム向かい側6番線から17時ちょうどの発車です。札幌行き特急ライラック36号お乗り換えのお客様にご案内いたします。札幌行き特急ライラック36号は6両編成で運転します。先頭6号車1番後ろ1号車で、指定席は後ろ側3両1号車2号車3号車です。1号車後ろ側の席はグリーン席となります。自由席は前側3両先頭6号車5号車4号車です。お確かめの上お乗り換えください。また札幌駅特急ライラック36号はお飲み物お食事の車内販売自動販売機はございませんので、あらかじめご了承ください。お乗り換え時間にご購入いただけますようお願いいたします。また網走駅特急大雪3号この列車につきましても、お飲み物お食事の車内販売自動販売機はございませんので、あらかじめご了承ください。次は終点旭川に到着です。出口は右側5番線に到着です。
ご乗車お疲れ様でございました。まもなく終点旭川に到着です。出口は右側5番線に到着です。降りの際はお忘れ物ございませんよう今一度周りのご確認をお願いいたします。切符、携帯電話、お財布などお忘れ物は大変多く届いております。降りの際は今一度周りのご確認をお願いいたします。現在この列車は帝国通り走行しております。降りの際はお忘れ物ございませんよう今一度周りのご確認をお願いいたします。車内でご不要になりましたもの、ゴミなどがございましたら各車両出入り口付近のゴミ箱をご利用ください。札幌駅特急ダイラック36号ご利用のお客様、着きましたホーム向かい側6番線に停車をしております。今日も JR 北海道特急サラベツ4号ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点旭川に到着です。出口は右側5番線に到着です。今日も JR 北海道を降り